お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュライブやっていくんですが、今日はですね、こちら、アウプリ枯渇ですね。はい、でも昨日の動画でもね、アウプリ枯渇をあげたんですけど、ちょっとね、楽しいっすね、枯渇。今まで枯渇デッキってあんま触れてきてなかったんですけど、こう、いざね、使ってみると、結構普通のね、テスラインフェ型だとすごいむずいんですけど、アウプリ枯渇の方が個人的にすごい使いやすくて楽しいなって思ってます。というわけで、グラチャレ12少年チャチャっとやっていきたいなと思います。まあ、できるとは言ってないんですけどね。はい。というわけで、ですね、最近ちょっと部屋が若干散らかり気味ですね。まじで家でずっと一人でいると、適当にソックスとか脱いだのとかも、まあ、脱いだところに散らかってたり、まあ、食べたものとかもね、なんか自分で片付けないと結局、その辺に置かれてるままなんで、なんかそれの繰り返しでね、ちょっと、部屋が若干散らかり気味なんですけど、なんでね、ちょっと指令を家に呼びたいんですよね。僕ん家に、今まで真面目に、クラロワの界隈だと、もう焼き鳥と、天ゴッドの二人ぐらいしか多分真面目に僕ん家来たことないんですよ、今まで。で、まあ別にそれは全然他の人も来てくれていいんですけど、まあ人が来るとやっぱ片付けするじゃないですか、さすがに。最低限。そうなんですよね。僕、そういう人なんですよ。基本汚くて、まあ誰か来たら、もう来るちょっと前か、まあ来てから部屋をこうなんとか掃除するみたいな癖と言いますか、なんかね、そういう人なんで、誰かがね、うちに来てくれると僕も部屋が綺麗にするんだけどなぁと思いつつ、まあ、思ってるだけ、みたいな感じですね。よいしょ。さあ、アイゴリユーの。いやー、ダクね。あ、出た。ヒーラーのやつだ。あ、待って、ファイボね。あ、ジコレ。あ、これでも惜しい。相手絶対ロケットだと思ってるでしょ、これ俺。甘い。枯渇はロケットじゃないの、もう時代は。もう時代はファイボですね。で、これ、ファイボタルババだと思うんで、ね、このヒーラーデッキ強いんですよ。ヒーラー神器。よいしょ、ファイボタルだと思うんで、まあ、トルネは警戒せずにね、普通に投げて、まあ、タルババが多分来るんだよね。あれ？じゃあ待って、ごめん、ハンターだ、嘘ついた。ハンターどっから来たな、あなた、マジで。全然最近姿見ないけど。ハンターか、まあまあまあ、ここは、プリント、ウッドで。ワンチャン 3C？ ワンチャン 30 施設ある、これ、ユーノ来るよね、多分。こんにちは。うん、言うの絶対来るよね。今回ったな。あ。いやー、これ足りねえか。俺の今の神の速さのね、今の最速ファイボで処理できないなら無理だ。オッケー。で、相手のスプレーがちょっとわかんないっすね。この言うの多分入んないと思うんだけど、入るかな？俺の視力が悪かった。ごめんなさい。で、相手ハンターの使い方鬼うまいっすね、マジ。なんか、もう極めてる。バレル完封2連続でされた。これは、まあ、相手のデッキはね、神技なのか三樹師だと思うんだけど。あ、そうですね。まあ、ファイボで、あ、やばい、危ね。ファイボで処理されるなら、っていう判断で、さあ、ここ逆サイ行っちゃうよ。で、ここはこっちのサイドダメージ受けてないので、まあ、吹き合いだけでダメージ強しつつ、雪玉でしたね。オッケー、わかる。雪玉だとわかればもう、勝ちですよ。で、これだってもう、何してまいてきついっすもん。だって雪玉だよ、君。雪玉だよ、君。相手がウッド系ないって分かった瞬間、こうね、急に攻め出す男っすね。性格悪いってなるんですけど、まあ、枯渇の強みはそこにありますからね。まあ、相手のスペルがね、ウッドじゃないと、こんぐらいね、ゴリゴリ形作れますんで、まあ、結構勝ち確かなと思います。よいしょ。まあ、これね、僕のスペルがロケットだった場合、結構勝てないんですよね。なんで、マジで今の環境、マジアチャを使いたがる人が多いんで、まあ、すごい強いんですけどね、僕みたいにマジアチャ大好きな人たちが、マジアチャ使っとけってマジアチャ使ってるんで、その辺をね、ファイボールで縛っていけたらいいかなと思います。はい、よろしく。バレルの位置が謎ですけど、はい、ウッド来ましたね。これに勝てるかどうかってなってきますけど、とりあえず様子見で、ナイト、ウッド、あ、スケラだ。僕の記憶が正しければ、多分、一昨日ぐらいに、が、昨日かわかんないですけど、動画に出したスケラデッキですね。はい。来ましたね。
よいしょ。あ、これはね、ちょっと吹き矢が、オッケーオッケー、吹き矢がもう頑張った、吹き矢頑張った。で、ドラドラエレキなんですよ、ドラドラエレキ。で、こうウッドまだ回ってないと思うんで、バレル飛ばして、こうワンチャンバレルに、あー、これでちょうど回ったっすさ。ごめんなさい、僕の、ちょっと計算が。はいはい、ドラドラナイトエレキの、スケポイウッドのボムタワーですね。来ましたね。これはですね、相手のデッキの弱点としては、やっぱ陸行きがないとデリキだけなんですよ。で、まあ、ボムタワーも一応あるんですけど、なんで、まあ、あれっすね、プリンスが結構刺さると思って、まあ、立ち回るのと、エレキが来るときにどうにかするかとかですかね。よいしょ。さあ、ここにウッド裂いてくれたら、裂いてくれたで美味しいけど、さっき裂いたんでないですね。オッケーオッケーオッケー。で、まあ、後ろからとりあえず様子見て、吹き矢を、まあ壊すのに使ってもいいんですけど、相手の施設を、まあやっぱあれですね、相手のスケルトンラッシュに吹き矢はめちゃくちゃ刺さりますので、防衛でそれまで取っておきたいかなと思います。で、このプリンは見捨てていいね。はい、でとりあえずバレル打って、オッケーオッケー、エレキ裂いたら、このエレキをこのプリンスで処理できてからのスケラーのなんか形が強いですね。今ウッド裂いたと思うんで、で、ここの、まあ、プリンスに対して、普通にナイト防衛。あー、うまい。それはね、うまい。ナイト防衛してくると思ったんですけど、早めに溶かしに来ましたね。ここはもう先に使っちゃって、相手ももうそれを分かっての来ましたね。で、このタイミングでウッド飛ばしてあげて、このアウトローとか、あんま一緒に処理されたくないと思ったけど、フッキアが一緒に処理された。ちょっともったいないですね。いや、これね、ちょっとむずいんですけど、全然勝てないことないと思うんですよね。で、ここ、インドラだったら延命したいけど、来た。さあ、延命しつつ、あ、でも延命できねえな。いやー、ちょっと下手だな。枯渇に、わかすぎて、ちょっと今の下手は申し訳ない。いや、でもこれ、このプリンスに、まあ、ナイトかエレキですね。はい、エレキ、このエレキを、どうにかね、処理できると、強いんですよね、マジ。もうバレルエレキ投げちゃろうかっていうぐらいの勢いなんですけど。で、リズム崩すためにハシマイプリンですね。相手がウッドの時はハシマイプリンがめちゃくちゃ有効ですね。よいしょ。で、並べてあげて、ゴブリンで4回受けて、その間に、よいしょ。これハシマイ止めてあげて、吹き矢で守って、この瞬間に左攻めたいですね。ウッド裂きましたね。これナイトかエレキで受けてきて、その瞬間にコスタが絶対なくなるんで、オッケー、これ刺さるよ。で、エレキが降ってくるっすわ。あ、ボムタワーの爆破で死ぬ？いや、エレキ降ってくるまでは分かった。このファイブちょっともったいないですね。で、あー、オッケーオッケーオッケー。このナイトはね、ありがたい。おいしいおいしい。ワンチャンスケラ来るから、低めに出した時にスケラに巻き込まれちゃうんで、高めに出して、相手端前するしかない。オッケーオッケー。プリンでも出しといて、いや、いい流れですね。いや、全然いい流れ。で、これ、スケラたまたま来たらラッキーのカード回しで、ここで攻めてあげると、相手はポイズン打っちゃうと、このバレル防衛できないよっていうので、オッケーオッケーオッケー。いや、素晴らしいですね。もう僕のペースですね。相手がこう、スケートラッシュ打ってきた時に、こう攻めてあげると、相手はね、ポイズンまで打ち切れないんでね、防衛しないといけないっていうので、はじめプリン読まれてるかな。オッケーオッケーオッケー。あー、おいしいおいしい。これも、これも上と下でしっかりお掃除してあげて、あはプリンが、プリンしてる。よし、来ましたね。というわけで、ちょっとね、前半は、なんか、ちょっとね、はい。あれでしたけど。まあ、後半、いい感じに、相手が、の、なんかね、嫌な感じの攻めをできたかなと思いますね。やっぱ相手攻めに、やっぱ、縦プラススケラー、そしてやっぱスペルポイズンまで打ちたいので、まあ、そこをさせないって感じですね。相手がコスト割いた瞬間に、一回バレルで振ってあげて、まあ、そしたら、相手は攻めきれずね、やっぱ防衛しないとダメージ受けちゃうんでっていうので。さあ、ラバ来ましてね。ラバに対しては、ラバルじゃなかったらちょっと相性良さそうですけどね。どうなんだろう。とりあえず、プリンスギャングしといて、まあ、バーバリアンとかかな、最近だと。ああ、そうですね。でも、バーバリアンこれ溶かすんじゃない？オッケーオッケーオッケー。で、まあ、吹き矢出しつつ、オッケーオッケー。これワンチャンファイブ防衛できたら、ラバが破裂した瞬間にファイブ防衛が理想だったんですけど、ディガー来たんで、あ、これやばい。え？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。インディーさん。インディーさん、そんなことある？インディーさんって感じでしたね。まあ、今のね、吹き矢とプリンがいたんで、結局プリン処理されるなら、
位置変えてもよかったのかな。なんか吹きはこの辺でよかったかもしれないですね。ちょっとまあ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 、今のは見てなかったことにしてね。まあ1-1なんでね、言うても。はい、タルババ咲きましたっていうので、ここはチャンスになりましたね。まあポイズンかな、もしかしたら。ポイズンか何かわかんないんですけど。あ、ボセカはね、めちゃくちゃ厄介なんで、ちょっと壊しちゃおうかな。はい、ボセカを壊しちゃうと、相手としてはものすごい辛いと思うんですね。まあバーブリアンがあるんですね。はいはいはい。なんで、ここはまあ一回見送って、ここバレルプラスのワンチャン真ん中アウトローで、しかもバレルを一個ずらすっていう、このワンチャンでも回ってないんですよね、タルババ。これね、あ、そうなんですね。やっぱ回ってなかったですね。オッケーオッケー。でもこのアウトローがちょっと入ってますね。ここで多分ラバーカプセル来そうですね。来そうっちゃ来そうなんですけど。あ、来ましたね。で、これはまあ適当にプリンスぐらいでタゲ取りつつ、オッケーオッケーオッケー。で、ディガー来てもギャングで、あれっすね。処理したいですね。ここでバレル飛ばすことによって、相手は絶対防衛でタルを、あ、でも回ってない。はい、防衛でタル使いましたね。まあ、防衛でタル使うと、この辺のね、あの、吹き矢が適当に生きてくるかなって感じなんですけど。オッケーオッケー。で、これバーブリアン使ったら、この辺からまた後ろでね、あの、僕のペースかなと思います。こうやっていらんかったかな。なんかベビーのダメージ痛いなと思って。よいしょ、これ、あれ咲いた後なんで、普通に、あれっすね、あいつ。黄色い頭のやつ。咲いた後なんで、陸撃ついと思ったんですけど、ボス系は待ってましたね。さあ、これね、ちょっと怖いのが、キングがね、結構削られてるんですよね。そう。これがちょっと怖いところでありますね。まあでも、ここは、ポイズン咲いたので、この辺咲きまくって、この辺延命してあげて、まあその他、吹き矢さえ残ってくれればいいんですけど、吹き矢じいちゃん処理されちゃいましたね。はいはいはい。まあロケット圏内ではないですね。ちょっと怖いですけど。ここは一回プリンスで竹取っちゃおうかな。竹取りつつ、まあ端、蓋ですね。アウトロー絶対きついんで、相手。よいしょ。で、バーブリアンがどっかで来るかな。これウッドで壊した方がいいですね。あー、オッケー。攻め攻め、結構なイケイケでいきたいですね。で、使うでしょ。使ったら使ったで、またこのプリンスとギャングとかのこの形がきついと思うんで。OK? で、ベビー処理しつつ、これ多分殴るタイミングで、いい感じに壊、あー壊れない !OK、OK、OK。で、こうなったら、ま、ちょっと一回攻めたいですね。俺めちゃくちゃ攻めるんでね。で、これ外してるんでね、実は。そう、このね、外してるの意外と気づかないんですよね。まだロケット圏内じゃないのが、ちょっと怖いですけど、これ回転で、防衛5をして確実に耐えて、OK! 回転の勝ちというわけで、アウプリコカツで12勝無敗ですね。いや、素晴らしいですね。というわけで、まあ、コカちゃんね、結構強い。てか、アウプリがね、すごい強いと思いますね。ラバーとか、まあ、タルババの再利率は高いんですけど、タルババなんでね、ウッドじゃないっていうので、やっぱアウトロー、そして吹きやプリンスがね、きついのかなと思います。ペックとかもね、最近多いんですけど、ほぼ確でマジャチャですし、まあペックに対してはもともと相性いいですしっていうわけで、結構ね、アウプリ、神環境来たんじゃねっていう感じです。はい。なんで、良ければお使いくださいというわけで、ですね。まあ最近生放送始めましたんで、生放送まあたまにですね、まあたまにしますんで、またするときはツイッターとかで告知するんで、よければ、見に来てください。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いしますよ。うん、バイバイ、お疲れ様です。